はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日も遊戯王マスターデュエルラジオのお時間でございまして、本日のトークテーマはこちら。関連カードが禁止になってしまい本来の性能を発揮できないモンスターランキングトップ4、こちらやっていきたいと思います。まあ、いろんなね遊戯王カードあるんですけども、あの中にはですね、まあ、ある一定のカードがないと何々できない的な、ある一定のカードがあると何々できる的な、そのなんだろうな、関連カードが存在することによって存在意義を保っているというカードがあるんですけども、なんとですね遊戯王カードっていうのはですね禁止カードというものがいっぱいありましてですね、カードが禁止になることによってその弊害としてなんかその使えなくなっちゃうカードみたいなのがあるんですよ。はい、今日はですね、そのあるカードの特定のカードが禁止になったことによってあれなんか俺も使えないんだけどみたいな、そういうカードがねいくつかあるのをご紹介していきたいと思います。いきましょう。ガーディアンエルマ、皆さんこのモンスターご存知ですか？まあ結構ねあのエッチなカードなんですけども、このモンスターはね超の探検エルマが存在する場合にのみ、召喚、反転召喚、特殊召喚できるというモンスターでございまして、で召喚判定召喚、あ、召喚特殊召喚してご紹介した時に、装備カードを1枚、装備できるよみたいな効果あるんですけど、こっちからこれね、探検エルマ、超の探検エルマ、これが禁止カードになっておりまして、もはや召喚条件を満たすことができないとやってしまった悲しいカードでございます。なんでね蝶の探検エルマが禁止になっているかと言いますと、まあ、ターン1が蝶の探検エルマってなくて回収効果が本当無限ループ、できるんですよ。無限ループの温床になっていましたあのカードは。まあ、例えばですね、あの王立魔法図書館での無限ドローとか、あと魔法回収でなんか無限回復みたいなのもあったけど、なんかビッグバンガールとかでさ、なんかめっちゃ自分のライフを回復して相手のバーンダメージを与えるみたいな、そういう要は無限ループによるなんか先行ワンキルとかワンキル系のコンボに、寄与していたっていうことです。まあ、先行じゃなくてもその無限ループを使って、まあ、ループして勝つみたいなデッキが存在していて、でそれが影響で、2005年の3月に禁止に、なっておりますこのカード。まあ、これによってですね、ガーディアンエルマは一生自分の力では立ち上がれないと絶望的な状況に、なっております。もはやねこのモンスターその召喚できないからバニラとしても使えないんですよ。状況は絶望的。だからまあちょっとセットはできるんですね。ただ一応モンスターセットはできるんで、通常召喚ができないわけじゃないから、だからセットしてなんか他のカードの効果で、まあ、表示形式を変更するっていう、まあ、例えばなんか AD チェンジャーとか、 なんかああいう系のカードでこうリバースさせて、なんか一応盤面に表側で存在させるっていう一応ことはできるんですけど、まあ、召喚特殊がしてないからなんか効果発動できないとかもうほぼ見ないんで、ほんと1300、1200の、まあ、通常召喚できないバニラだと、思っていただければはい、いいかなと思います。強欲な壺系モンスターたち、まあ、これね3種類ぐらいいるんですよね。壺、強欲な壺の精霊とか、壺盗みとか壺魔人とか、なんかその強欲な壺がうんぬんかんぬんした時にどこのこうのするみたいな、効果があるカードたちですね。この3種類はですね、強欲な壺が、まあ、もちろんね遊戯王史上最強カードと言われている強欲な壺が禁止カードのせいで、まあ、効果が使用できないカード参戦と、なってますね。まあ、一応強欲な壺はねマスターディアだとねアンリミテッドルームで使えるんですよ。実はアンリミルームっていうなんかその特別な機能を使うと一応使えるんで、まあ、だから使えなくはないですねこのカードは。一応マスターディールではで強欲な壺の禁止はですね、2006年の3月で禁止カードになっていて、もともと制限カードでずっと2000年からあって、まあ、6年くらい制限カードで使えていた時期があるというところで、まあ、それがなんか逆に驚きなんだけどね。で2006年の3月で禁止になって、でこれ以降もうずっと2024年現在まで、帰ってくることは、ありません。やっぱね単純にね手札が増えるドローカードってどうやったって規制されるんですよね。発動のコストがあるある程度重いね強欲で貪欲な壺とかさ、強欲で金満な壺みたいなカードも結局今制限カードになっているし、まあ、どんな時代もやっぱりね手札のカードを増やすっていうことが許されない行為なんですよね。
結局やっぱその1枚1枚のカードの価値は大体同じくらいだと、まあ、見た場合やっぱ1枚を2枚にするカードっていうのは本当にぶち壊れているんで、なので、まあ、そのドローソースはもう今後もね、その新しくね、強くなることはないんじゃないかと個人的には思ってます。わかんないけど、まあ、好みまた作って規制するみたいな流れがあるからわかんないけどね。で、この3種類のカードの一番やばいところなんですけども、一番やばいところはですね、強欲なツボが禁止になる前も別に使われてないっていう別にその強欲なツボが生きていた時代も別に使われてなかったから、なので、まあ、その関連カードが禁止にされてもされなくても結局使われてないっていうねまあせめてねこの動画で、まあ、その取り上げることで皆さんにちょっと存在をね認知してもらいたいなと、はい、いうふうに思ってます。エレメンタルヒーローバブルマンネオ、まあね、このモンスター結構有名でね、まあご存知の方多いかなと思うんですが、召喚条件でエレメンタルヒーローバブルマンと手札の突然変異をね1枚ずつ墓地を送った場合でも特殊召喚できるっていう、まあ要は、カードを3枚使って、まあ、自分含めてねカード3枚使って出てくるモンスターですね。あまりにもアドソンビビるで、このカードのカード名は、フィールド上に表側表示存在する限りエレメンタルヒーローバブルマンとして、扱うよというルール効果と、あとこのカードと正当型相手モンスターをダメージステップ終了時に破壊するという効果を持ってるんですけども、まあ、突然変異っていうね、カードが、禁止なんでね一生なので、まあ、召喚条件を満たせないというところで、これねさっきのねガーディアンエルマーとかとはねちょっと訳違くてさ、これさあれなんですよ、あの特殊召喚モンスターなんですよ。このモンスター何が言いたいかっていうと、そのねセットすらできるのよ。さっきのガーディアンエルマとかはセット一応できたりしてなんか表にするとかはできるんだけど、このカードはねセットすることさら許されないということで、一応召喚条件無視して出すみたいなカードはあるんですよ。晴天の壁画とかああいうカードはあるんですけども、ただね基本的にまあまあ出せないね、はい、もうセットすら許されないから、まあ、そもそもね、まあ、それにプラスして ね、 これねモンスター効果が弱いっていうのが結構やばくて、3枚ものカードを使って出てきて、でこのカードと戦闘を行った相手モンスターをダメージステップ終了時に破壊するだけっていうね。しかもねこれねダメージステップ終了時っていうのが一番やばくてさ、そのダメージステップ開始時とかその攻撃宣言時とかだったら相手に破壊されることはないんですけども、これこの時それダメージ終了時って書いてあるから、まあ、要するにねそのバブルマンネオは死ぬんですよ。大体800しかないから打点が、だから大体1800とか1200くらいのモンスターからも殴られて死ぬんだけど、自分はだけど一応相手のモンスターもなんか破壊するよみたいなあの感じのタイミングなんですね、このダメージステップ終了時って。これがね本当に弱いマジで弱い。このカードの破壊は確定してるタイミングで相手も破壊するみたいな、だから要は道連れにするみたいなね、読みを渡る船でよくないみたいな、そういうレベルです本当に。ちなみに突然はねなんで禁止になったかっていう話なんですけども、まあ、これはね簡単に大型の融合モンスターが呼び出せてしまうから、まあ、デビフィラとかと一緒ですね、まあ、例えばねサイバーエンドとかサイバーツインとか当時の環境ね、お邪魔キングとか、なんか異性の最終戦士とか、なんかそういう、まあ、クソ強いモンスターを、まあ、パン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 適当に並べることができたっていうところが強かったのと、あと2005年くらいかなの環境デッキになんか変異カオスっていうデッキがあって、で、そのデッキでは結構トークンをサウザンドアイズサクリファイスに変えたいとか、あとマジンダークバルターっていうのが魔法カードを無効にしてくるモンスターがいて、なんかそれを出したりとかに使われていたというところですね。まあ、このカードやっぱ強い融合モンスターが出てくれば出てくるほど性能がどんどん凶悪になるから、まあ、2007年の9月に禁止になっちゃったらしいんだけども、まあ多分突然変異生きているか否かに関わらず結局このモンスターはでもほぼ使われないから、ああだからね問題はないんだけどね別にぶっちゃけちゃうとバブルマンネオが使えなかったところで誰も悲しまないみたいな話があるので、まあ問題はないのかもしれないけど、まあ一応こういうモンスターもいるよということを皆さんにお伝えしたいなというふうに思って、取り上げさせていただきました。破壊竜ガンドラギガレイズ、このカードはね僕めちゃくちゃ好きなモンスターの一枚で、まあ、ドラゴン族モンスターなんかだったらなんかほんと屈指のかっこよさ持ってるんだけど、もうイラストもめっちゃかっこいいじゃん、めっちゃかっこいいし、あと効果もほんと豪快なんだよね。まあ、遊戯さんのエースモンスターガンドラ、破壊竜ガンドラの、まあ、一応まあ、必殺技名的なデストロイギガレイズっていうんだけど、必殺技名ガンドラのね、これをまあちょっと一応カード名にもし、あ持ってるモンスターなんですよね。で、ガンドラっていうのはですね、まあ、3種類ぐらい、まあ、今 OCG と含めて4種類ぐらい
いるんですけども、これガンドラギガレージ君ね、あの墓地のガンドラのね、あの種類によってカード のその種類によって、効果が変わるんですよ。墓地にガンドラモンスターが1種類いると、フィールドのカード全部ッパー、2種類いると、フィールドのカードを全部除外、3種類いるとこのカード以外のお互いのフィールド墓地のカードを全て除外するという効果があります。はい、これね、まあ、3種類の方がめちゃくちゃ強くて、でしかもこのカードって除外されているカードの数だけで300ポイントの打点になるんで、相手のカードもまあバーって除外すればものすごい打点になってワンキルできるみたいな感じのモンスターなんですけども、これがね、ガンドラクロスっていう犯罪モンスターが禁止の状態なんですよね、今マスター D だと。 OCG だとちょっと最近ね、エラッターされてあの TCG テキストに合わせて戻ってきたんですけど、マスターデュエルではね、未だにね、ガンドラクロスが禁止の状態になっておりましてですね、まだガンドラギガレイズのパワーをね発揮できないんですこれね、しかもね、やばいのはガンドラ G も来ないからさ、マスターデュエルってまだまだ OCG の方のね、ガンドラ G って破壊竜ガンドラ G っていうモンスターが新規実装されていて、最近出たよね、これね、これがいるから一応ガンドラモンスターって3種類以上にできるんですよね。まあ今4種類以上か、 OCG だと。これマスターデュエルだと、まあ、ガンドラクロスもねえし、ガンドラ G もねえから2種類しかないんですよ。だって3種類以上の効果使えないの、これ。これこのカードの3種類以上の効果使いたくてこのカード使ってるのに、なんかそのこれ使えないからさ、そのパワーが一気に落ちてんのよね。いや、これマジ悲しみ背負ってんだよな。これは本当個人的な理由で1位にしました。このカードをフルパワーで使わせてくれっていういう、まあ超個人的な理由で1位にしました。まあ、マスターデュエルそろそろ帰ってきそうだけどな。マスターデュエル2周年記念でなんか多分制限復帰とかするんじゃないかなと僕はちょっと個人的に予想してるんで、もしかしたらちょっと2月の頭ぐらいにガンドラクロスが、まあ、帰ってきてガンドラギガレイズを、まあ、楽しく使うことができる可能性があります。はい、これを僕はね待ち望んでいる本当に。まあ、ガンドラクロスで先行ワンキルは非常にしにくくなるんですよ。もともとの、攻撃力っていうテキストが加わることによって、かなり先行ワンキル難しくなるんで、多分ねあんまり悪用されないと思うんですね。だからね早めに返してください。はい、ちなみにもうマスターディル内でテキストは直っています。ね、見ていただいた分かる通り、もともとの攻撃力っていうテキストが追加されておりますんで、まあもういつ戻ってきてもね、多分ねそんなに悪さしないと個人的には思ってますんでね、ガンダクロス君。なんでちょっと早めにねギガレイズ君のフルパワー見せていきたいんで、ぜひ帰ってきてください。絶対悪用しないから、絶対に悪用しないからはい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。